ティントン早い早い。こいつはオラがガキの頃からずっと乗ってんだ。いい子にしてねえとキントンには乗れねえんだが、ご飯は大丈夫みてえだな。うん、大丈夫。父、食いもん取ってきたぞ。ただいま、お母さん。遅いぞ、悟空さん。食材集めにどんだけ時間かけてるだ。どんだけって、修行もしてたしな。今日は無天道様のところにご飯ちゃんの顔見せに行く日だぞ。あれ、そうだったんか。そうだっただ。わりわり。今度から気ぃつけっから。もういいだ。ほら、弁当を作る準備しねえといけねえから、うちの中に入るだ。それじゃあ取ってきてもらった材料で弁当を作るだよ。こいつはクリリンと修行した時の石だな。あん時は確かクリリンがズルして勝ったから負けた俺は飯が食えなかったんだよな。お父さん、無天老師様っちゅう俺が世話になったお師匠のとこだ。そうなんだ。よし、準備できたぞ。ほれ、弁当だ。お腹が空いたら食べるだよ。サンキュー、父。父の作ったもん食ったら力がもりもり湧いてくるからな。なあ、ごはん。それじゃ父、じっちゃんのとこ行ってくる。悟空さ、ちょっと待つだ。ご飯ちゃんに渡すもんがあるのを忘れちまっただか。ああ、あれだな。わあ、綺麗な玉。こいつは通信中っていうドラゴンボールでな、死んだオラのじいちゃんの形見だ。ご飯ちゅうおめえの名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ。そうなんだ。よく似合ってるだ、ごはんちゃん。それをかぶってりゃじいちゃんもおめえを守ってくれっから、大事にすんだぞ、ごはん。うん、ありがとう、お父さん、お母さん。じゃ、今度こそ行ってくっか。悟空さ、ごはんちゃんをよろしく頼むだ。ごはんちゃん、いい子にしてるだぞ。うん、お母さん、行ってきます。晩ご飯までには絶対帰るだぞ。
この世には7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。ねえお父さん、無天老師様ってどの人？見た目はヨボヨボのじっちゃんだけど、めっちゃくちゃ強いんだ。まあちょっとエッチなんがたまに傷だけんど、オラの一番の親友でライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん、オラの知ってるやつの中ではかなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもな。そうなんだ。もうすぐ摩天楼師様のうちだぞ。みんな元気にしてっかな。孫くん。悟空。よ。あら、なにその子。オラの子だ。悟空の子。そうだよ。変か？こんにちは。あ、はい。こんにちは。孫悟飯ちゅんだ。孫悟飯。そうか。死んだじいさんの名前をつけたのか。ああ、いい名前だろ。ちょっと腹減ってきちまったな。みんなに挨拶しに行かねえとな。悟空、お前最近修行してるか？それがさ、あんまり修行ばっかしてっと父に怒られちまうんだ。そっか、実は俺もさっぱりなんだよな。ピッコロのやつを倒して平和になったからな。おい、お主たち何を話しておるんじゃ？いえ、僕たち何も。ほん、てっきり最近は修行をサボってるみたいな話でもしておるのかと思ったがの。ぎふっ、やっぱじっちゃんにはかなわねえな。何も特別な修行をせずとも日々が修行じゃ。お主らは忘れとるようじゃな。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。返す言葉もございません。よし、お主らには日々が修行だということを忘れんようにこの課題を授けようかの。修行を達成したらわしのところに報告に来るんじゃぞ。分かったよじっちゃん。はい、無敵、うん、さてと、わしはいつものお楽しみよ。